日産、エクサ、エクサ、エクサは日産自動車で生産販売されていたクーペの小型乗用車である。初代は日産、パルサーのクーペとして設定され、正式名もパルサーエクサだった。2代目はパルサーから独立した車種となり、パルサーの姉妹車という位置づけだった。1982年4月、N10 型パルサークーペの後継者として登場。 先代のパルサークーペが、ファストバックスタイルの3ドアハッチバッククーペであったのに、対し、パルサーエクサは2ドアノッチバッククーペとなった。クーペ全車グレード名を、エクサ、エクサシリーズとし、格型二等式のリトラクタブルヘッドランプを採用していた。1982年10月、特別使用車を発売。1983年5月、E15ET。 ターボ使用搭載車を追加、および一部改良。日本初となるドアミラーを採用。1985年5月、チェリーペン、発足15周年記念として、コンバーチブルを100台限定で発売。1986年10月、N13 型にモデルチェンジ、パルサーから独立。1986年10月、KN13 型登場。 パルザーのバリエーションから新車種として独立する。キャッチコピーはエアリー空気と共に TVCF では BGM に宇宙飛行士の更新の音声が冒頭で使用され、音声の後ろに中国楽器の2個のような音色が流れ、空間を感じさせる曲奏となっている。日本仕様のグレードは後述する車型クーペとキャノピーに共通のタイプ A。 タイプ B2 種類。オプションで JBL 製リアスピーカーを選択することができた。搭載エンジンは当初は1.6リットルの CA16、出型直列4、気筒 DOHC16、バルブのみとされていたが、日本仕様に限り、あとに1.5リットルの GA15S 型直列4、気筒再生 C12 バルブも追加設定された。 また海外向けには戦術の一点六リットルの c a 十六での他に一点八リットルの c a 十八デ型と一点六リットルの c a 十六 s 型、最置 c 八バルブツインプラグが設定されていた。1 9 8八年五月、フロントバンパーを大型化した LA バージョン、LA バージョンとしてエンジンを一点五リットル g a 十五 s に換装し、リアブレーキのドラム、 リーディングトレーリング化など、コスダウン化した連価仕様のタイプ X 及びビスカス LSD を標準装備した 1.6LCA16 で搭載のタイプ S の2グレードが追加された。1989年4月、LA バージョンに JBL スピーカーなどオーディオを充実したタイプ SE を追加。同年11月、タイプ A、タイプ B 廃止。 車体色もスーパーレッド526ブラック505を廃止し、スーパーブラック KH3 を追加。1990年8月、パルザーのフルモデルチェンジに伴い、販売終了。日産自動車の北米現地法人、日産デザインインターナショナルのスタイリングを採用し、仙台同様のリトラクタブルヘッドランプとフェアレディ Z に設定されていた。 t-bar ー o o ーーを標準設定。インテリアでは、ダッシュボード中央部に、油圧計、電圧計を配置、右ハンドル車に設定し、メーターなセル周りのサテライトクラスターには、レバー式のライトスイッチ等の斬新なデザインが見られ、リアスピーカーは、リアシートを倒しても干渉することがない、鉱石シートとボディの間に配置されている。ボディ形状は、ノッチバッククーペとシューティングブレーク、 カムテールのキャノピーがある。両者の車体は C ピラーごと開く脱着式、リアハッチ以外は同一形状であり、交換が可能なデザインコンセプトだった。しかし、日本国内販売仕様では、クーペタイプ及びキャノピータイプを独立した車種とし、取り付け部に互換性を持たせなかった。荷台の下に格納できる。 t-bar ーールーフの脱着とクーペキャノピー角、リアハッチ脱着を組み合わせることにより、様々なオープンウェアドライビングの開放感を楽しめる。さらにリアシートを倒すことによりフラットな荷台となり、リアハッチを外すと、ピックアップトラックや SUV 的な形態で高さの、あるものも運べる。このリアハッチのない状態での降雨などの対策として、応急用キャンバスハッチ、とのカバーのオプション設定があった。 また外したリアハッチを運搬、保管するハッチスタンドもオプション用意されていた。メイン市場の北米、カナダでは、日産パルサー NX の名称で販売、3つの車体形状に変更できることから、ザモデュラー日産パルサー NX と呼ばれた。パルサー NX は、高級車の装備である T バールーフがサブコンパクトカーで手に入るとして好評だった。キャノピーハッチは、 オプションパーツ、スポートバッグとして単体販売され、本来のリアハッチコンバートが実現できる。ただし、このキャノピーハッチは高額だったこと、及び高価事故などにより途中でオプションカタログから落ちた。右ハンドルのオーストラリアでも日本同様の日産エクサとして販売されていた。当時の日本国内メーカーが好んで用いた日本書キャッチコピー装備がこの車には4つあった。 姉妹車のパルサー、ラングレー、リベルタビラと共に日本カーオブザイヤーを受賞した。独立モデルとして販売された KN13 型エクサは日本国内では販売が伸びず1台限りで終了。パルサーエクサから数えても2台で名称は消えた。実質的な光景はサニー系列の NX クーペで海外市場においてはそのままモデルチェンジ扱いとされている。 デビューした1986年、日本車離れした近未来的なスタイリングは、当時の日本ではあまり受け入れられず、また当初割高だった、価格設定も影響して、販売登録台数は少ない。ごく一部の愛好家の手元に残されているが、現在では、経年も25年以上となり、路上で見かけることは、大変稀である。1990年代に、一部の愛好者がこの、 車にスポーツコンパクトカスタムの始まりとなるローライダー好みのカスタムを施していた。受賞した主な賞を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。